人生をリセットするボタンを教えますはいおはようございますライフスキルティーチャーのミスターおかちです本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介してますはいということで新しい一年が始まります 新しい時代そして風の時代がやってくるとも言われているということで今の自分を変えたいそんなあなたのために今日は動画を撮っています自分を変える方法人生をリセットする方法それはね 山のようにあるんです。めちゃくちゃたくさんあります。えー、っと、僕がしてるだけでね、1万語ぐらいあるんちゃいます小さな習慣を変えよう。スモールステップでやろうとかね。なりたい自分をイメージしよう。セルフトーク。独り言をつぶやこうとかね。いっぱいあるんです。いろんな方法を試しました。いろんな方法を提案しました。 その中でね、僕も今40歳で40年生きてきた経験、そして1万人以上の子供と大人に教育を提供してきた、その経験の中で、最も効果のあった人間が変わる方法を厳選して3つ、3つに絞って紹介します。この3つ、この3つやったらね、絶対変わるから。この3つやって人間が変わらんかったら、僕にね、 ほらって言うてください。コメントで。コらって言うてください。絶対変わるから。最後まで聞いてください。このチャンネルでは、えー、っと、あなたがあ、あなたらしく生きるための行動習慣や考え方、そして生き方を全力で紹介しています。あと SN、SNS でも発信してますので、えー、チャンネル登録、そして、概要欄から SNS もチェックしておいてください。はい。ということで、人生をリセットする方法3つ。じゃん。環境を変える。 付き合う人を変える。本屋で散歩する。1。環境を変える。まあ、これも昔からね、いろんな人が言うてることです。やっぱり人間っていうのは、環境に合わせて進化できるんですよ。環境に合わせて、えー、っと自分を変えるというプログラムが本能的に組み込まれてるんですよ。ねだから この2020年最も時間を過ごしていた場所を離れてみるっていうことそれはコミュニティであったり仕事であったり住んでる場所ねそれを変えるとやっぱ変わりますよ。 で僕で言うたらあの仕事を辞めるっていう経験がものすごく大きかった30の時に辞めたんですけど、まあ、それまではね人生っていうのはいい大学に行っていい会社に行ってそこで出世したら幸せになれるっていうこのレールに乗って歩んできたんですでこのレールの先にしか幸せがないっていう価値観の中で僕は育ってきてたし自分の周り見てもそういう人ばっかりやったこれは正しいと思ってた疑う余地はなかったでもそこから一歩踏み出したんですよ一歩踏み出したらね 全く違う考えを持ってる自分で自分のレールを作っていいんだって自分で自分の人生を切り開いていいんだってそういう人と出会うようになったらやっぱ考え方とか価値観そして生き方が変わってきましたよでどうしてもね何やろ前はね医療関係の職場やったんですけどお客さんはドクターそして医療従事者スタッフ薬剤師さんだったりするわけじゃないですかで仕事場はやっぱ営業マンの友達ということでやっぱね 似て,似てるんですよね。考え方であったり価値観であったり。似通ってくるんですよね。だから、そこからちょっと踏み出してみる。そこからちょっと出てみるっていう風なアクションをしたときに、やっぱ新しい発見は絶対ありますから。ね。でもう一つ言ったら、住む場所を変える。これでかいな。僕で言ったらアメリカに行ったこと、ものすごいでかかったです。だから日本でね、当たり前のようにできたことが、向こうだったらできないんですよ。 だから携帯電話を契約するって言ったらね、まあ、大人やったらもう簡単にできるじゃないですか運転免許証持ってねそこでちょちょいのちょいって契約書書いたらもうそれで2時間ぐらいで終了でしょでも,もアメリカに行ったらもう大変ですよもう2週間ぐらいかかりましたよ。ほんまに なんやろその、まあ、どこ4つぐらいメーカーがあってその違いがようわからへんってで行ったら行ったでなんか難しいこと言,言われるな,なんか何々持ってる何々持ってる SSID 持ってるとかいやそれ持ってないなじゃあそれを取りに行かなあかんじゃ取りに行くでもどうやったらいいのってもう携,携帯を手に入れることだけでもねものすごい大変やった。銀行のアカウントをね 口座を持つっっていうこともほんま大変やったもうその中でやっぱね今まで通りやってたらね生きていけないんですよ今まで通りの考え方そして行動をやってたら生活できないんですよだから変わらざるを得ないんですよ強制的に変わらないといけないっていうそういう環境の中で身を置いておくとやっぱね 変わっていくんですよね思考とかね感じ方感情そして行動パターン習慣が変わっていくんですよそうすると何やろ性格も変わっていくし付き合う人も変わっていくし人が変わればいわゆるその得られるチャンス機会そしてやることも変わっていくそうすることでね人生が変わっていって運命も変わっていくんですよだからやっぱ住む場所を変えるとか、えー、と働いてる場所を変えるこれものすごい影響あります難しいですけどね2つ目 付き合う人を変えるやっぱね少なからず、えー、人の影響を受けてるんですよねやっぱ脳にはミラーニューロンっていう仕組みがあって、まあ、あの人のね影響を受けるようになってるんですよ仕組みとして人が笑ってたらこっちも楽しい気持ちになってて誰かが不機嫌やったらなんかモヤモヤするっていう風になってるんですよもうそういう風にしてね僕たちは言葉を覚えて歩き方を覚えてそして文字の書き方を覚えていった。 ね、そういうふうに僕たちは進化していってるんですよ。そのように組み込まれてるんで少なからずね影響を受けるんですよ。ね、人々の発言行動そして何、えー、やろ生き方っていうのを影響を受けてるんですよ。だからこの,この1年で最も時間を過ごしていた5人、ね、書いたらわかるじゃないですか5人その5人と過ごす時間を減らすうん減らして。 自分がこの人と過ごしたいなって思う新しくねこの人と過ごしたいなと思う人書いてねその人と過ごす時間をちょっと増やしてみようちょっと増やしてみるそうすることでね絶対に変わりますからで僕よくやるのはやっぱ本から情報を得ること多いので この本おもろいなとか、こんな人になりたいなと思う著者がいたら、その著者の YouTube を見まくります。180個、200個。今ね、鴨頭さんのものをね、500個ぐらい見てますよ、YouTube で。とにかく見る。そして、本も全部読破して、で、講演会とかセミナーあったら間違いなく参加して、一番最,最前列、最前列にね、身を置いて、全部受信するモードでもう、もうすべてを受け取るんだっていうモードでもう話を聞く。 そしてオンラインサロンとかあったり話なんかその人と会える機会があったらどんどんねそういう機会をのチャンスを逃さない、うん、どんどん行くということですねはいそうすることでねなんか自分もねなんかそっちに行けるんだとかねなりたい人になれるんだという感覚がね備わっていくんですよねそうなると変わっていきます、ね、付き合う人を変えるこれもちょっと難しいな 3つ目、もうこの3つ目が言いたくて、この動画を撮ってます。もうここだけ聞いていただいても OK です。ここだけ。3、ね、つ目は、本屋で散歩する。ブックストアメディテーションと僕は呼んでます。はいまあ、何なのかというと、もう本屋で散歩するだけなんですよ。もうこうヘッドホンね、ワイヤレスのヘッドホンつけて、まあ、ワイヤレスじゃなくてもいいけど、ヘッドホンつけてね、ちょっとね瞑想チックな BGM をかけるんですよ。かけてね、もうブラーブラーってリラックスして、 歩歩くんですよ本屋を歩くんんでですすよよ本をもう行きたいところ行きたいもう行きたいところをまあまああのー、赴くままにね歩いていくもうそれだけです。でちょっとおもろいなーと思った本があったらちょっと手に取ってみてそれをパラパラパラーって見てみてまた直して歩くっていうことです。はい これすすごいですよで、まあ、これやってると、まあ普段本屋さん行ったらねこ,この本買おうって目的があったらその本しかもう探さへんし、まあ、行く本棚って結構限られてたりするんですよね僕で言ったら教育であったりビジネスであったり、まあ、心理学のジャンルの棚っていうのがもう行くこと多いんですけど、まあ、そのブックストアメディテーションの時にはもうそんな普段行く棚 棚だけじゃなくて、もいろんなとこ行くんですよね。まあ、和歌山で言ったら僕ガーデンパークの本屋さんによう行くんですけど、そこに行ってまあブラーって。 でまあ、科学でやったりね、歴史であったりね、普段そんなとこ行かないですよ。そういうとこね、ぶらーって言って、あ面白そうやなと思ったら、手に取って、読んでみると。そういうことをしていくと、なんか新しい発見があるんですよね。あこんなこと自分興味があったんや、こんなこともっと知りたいんやっていう、そういうね、興味の種がね、見つかってくるんですよね。で、見つかったら見つかったで、それを買うんですよ。買って、さらに深くしていく。 t ってよく言われますよね。t、t、横の t、t、英語の t ですよね。t ってこれで点てん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 、t、てん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 てっていろんなことを学んで、興味があった点があったそれを深くしていく。ません t の字を描くようにですよね。今日いろんなものを、今日いろんなものを体験してみて、興味があったところから深くしていく。はい。これです。これ t です。はい。ブックストア、メディテーション。めちゃくちゃおすすめです。まあ30分ぐらいで十分だと思います。30分ぐらいぶらーって歩いて、興味がある本があったら、1冊買いましょう。 1500 1円でね新しい発見新しい学びが得られると思ったら安いもんです1週間に1回1冊、はい、それで4冊ですね月十分ですそれでねそこから何か新しい発見があったりとか新しい学びがね絶対得られると思いますはい、えー、今日はあなたの人生をリセットする方法を全力で紹介しました1 環境を変える。これは仕事場を変えたり、コミュニティを変えたり、えー、住んでる場所を変えるということ。二つ目、付き合う人を変える。2020年にあなたが最も時間を過ごしていたその5人、その5人との時間をちょっと減らそう。ちょっと減らして、そして新しい人と過ごす時間を増やす。はい。その人と、その5人のいてたらね、 安心するするしししリラックスするし楽いしいんですよでそうう場所大事です大事なんだけどそこはいわゆる快適空間コンフォートゾーンと言われていてそこ,そこにずっといてたらねやっぱ成長できないんですよそこから一歩踏み出して一歩踏み出したらここにグロースゾーンっていうのがあってそこにあ,のあなたが成長できる学びであったり知識であったり出会いっていうのがありますでそこで見置くことで新しい能力が身についたりできなかったことができるようになってくるそうすることで成長して夢に近づいていくということでございますはい 3つ目、ブックストア、メディテーションということで週に1回本屋で散歩する。ぶ、は、ら、い、ーって歩くだけです。これ、最もリスクないですよね。この3つ目、この3つ目やってみましょう。ね、これ年内にね、この3つ目ね、これやってみましょう、ぜひね、本屋で散歩するね。はい 僕はちょっと今ねあ右足が怪我してるんでなかなかできないんですけどはいぜひあなた健康なあなたはやってみましょうはいということで今日は人生ををリセットする方法を紹介しましまた少しでもためになった参考になった勉強になったそしてお価ちマックス頑張れー といいう方は高評価ボタンを押ししてくれたら嬉しいですあとコメントとかもねめちゃめちゃ励みになるんでこんなこと配信してほしいとかねこんなこと感じたよとかね、えー、とリスペクトを持って、ね、誹謗中傷はちょっとブブーなんでリスペクトをもって やっていいただけるコメントならもう大歓迎でですすのでぜひよろししくお願いしますはい、ということで、このチャンネルでは、あなたがあなたらしく生きるため、あなたのまんまで生きるためのライフスキルを全力で紹介しています。えよかったらチャンネル登録ボタンをボチって、ボチって押してもらえたら、えー、最新動画を見逃さないと思いますので、よろしくお願いします。SNS、Twitter、ツインスタ a g r あとはね、本音で生きるラジオ、音声メディアでも毎日配信してます。概要欄 からチェックしてくださいあとブログでもね本音で生きる技術っていうのをもっと深く話してますのでおかっちのブログもケンソコのね概要欄に貼り付けてます是非ご覧くださいはい g エンド。それではワンダフルな一日をお過ごしくださいメリークリスマス See you